1月26日金曜日の全国のお天気をお伝えします。冬型の気圧配置が続く影響で日本海側のエリアでは雪の降りやすい天気が続きます。北陸から北のエリアでは雪の降り方が強まったり、また吹雪く恐れもありますので警戒をしてください。太平洋側の各地はこのように晴れアイコンが並んでいますが、等圧線の間隔が混み合っていますので風の強い状況は続いていきます。空気も乾燥しますので火の取り扱いには注意をしてください。気温を見ていきますと、朝の最低気温は前日と比べて少し気温が上がります。ただ寒さは続きそうです。日中の最高気温見ていきましても、こちらも前日と比べて気温は少し上がりますけれども、まだまだ冬の寒さです。東京も日中の最高気温は11度の予想です。暖かくしてお過ごしください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリから確認いただけます。